イリス号は、ベルギー王国の首都ブリュッセルと、スイス連邦バーゼルイコールスタットシ守バーゼルを、結ぶユーロシティ列車である。ベルギー国鉄、ルクセンブルク国鉄、フランス国鉄及び、スイス連邦鉄道によって、共同運行されている。1974年に運行を開始した。列車名の由来は、全ェネ川流域に広く群生する希少部で、 1991年からブリュッセル首都圏地域を象徴する花となっている。イリス号の運行開始当初の種別は全社一等社の T であったが、1981年からインター式となり、1987年5月31日からはユーロ式となった。2011年にジャンモネ号が廃止されたことにより、イリス号はバン号と共に毎日ブリュッセルとスイスを結ぶ。 ユーロ式列車の一つとなった。中立ヒ中央駅を発車するイリス号イリス号は1974年5月26日にエーデルバイス号とペアとなる T としてブリュッセル中立ヒ間運行を開始した。これはヨーロッパの三大権力機構が存在するブリュッセル、ルクセンブルクとストラスブールを行き来する需要が高まったためでイリス号は朝にブリュッセルを発車し、 午後10時から折り返すダイヤであった。イリス号は運行開始時の1974年5月から1981年5月まではスイス国鉄ライティー2型電車が使用されていた。これはスイス連邦鉄道が1961年から T に投入していた電車で4種類の電化方式に対応していた。 車両は固定編成で、動力車は編成中ほどの4号車に設けられた動力集中式列車であった。列車の最高速度は時速 160km で、車体はスイスの軽量型車両設計が採用された。1974年5月28日、ティーリス号はエーデルバイス号をペアとして運行を開始した。 二つの列車は90から93までの連続した列車番号を使用し、T91 列車がチューリッヒに到着した後、すぐに T92 列車としてブリュッセルへ折り返した。1979年5月27日より、イリス号の停車駅にアールガウシューバーデンが追加された。百八十一年五月三十日より、イリス号に初めて二等車が連結され、再び、 t としての条件を満たすことができなくなったため、イリス号はインターシティに降格された。列車番号は IC394-395 が使用され、客車はスイス連邦鉄道のユラヒマ型客車が使用された。チューリッヒ中央駅行きイリス号の行き先表1987年5月31日のダイヤ改正でユーロシティが発足した。イリス号は新設された。 ユーロシティに編入され、同時にイリス号のスイス側奇襲天駅がグラウビュンデンシュークールまで延長された。ユーロシティ編入後、イリス号の列車番号は EC94-95 となったが、インターシティ時代と運行路線に変化はなかった。その後、イリス号の列車番号は EC96-97 に改められた。2013年12月にダイヤ改正が行われ、 イリス号の運行区間が往復ともブリュッセル、バーゼル間に短縮された。2015年時点で、スイス国鉄所属の車両で運行され、列車の編成は7両編成で、食堂車の連結はなかった。2016年4月3日、ダイヤ改正により、前日の4月2日に、イリス号及び防番号の運行終了。以下に2014年下記の時刻表を示す。なお、 各国の間に時差はない。ありがとうございます。